んにちは、ネイリストリサです。今日はこちらのネイティブ柄のデザインをやってみたいと思います。一見ちょっと難しそうな柄なんですけれども、コツをつかめば簡単に描くことができます。それではどうぞ。はい、では始めていきます。まずはじめに白でベースを塗っていきます。入れていきます。はい、では両端に縦グラデーションをしていきます。まずはじめに青色を取って端に塗っていきます。ではこの境目をぼかしていきます。次にオレンジを塗っていきます。こちらも境目をクリアジェルでぼかしていきます。はい、ではライトに入れていきます。はい、では少し濃くするためにもう一度塗っていきます。ライトに入れていきます。はい、ではこちらの未硬化ジェルを一旦拭き取っていきます。はい、では次に柄を描いていきたいと思います。使う筆はこちらの細い筆を使って描いていきます。ではまずはじめに幅を決めていきます。わかりやすいように点で印をつけていきます。こちらにひし形を描いていくので、この横にも点で印をつけます。ではこちらをつなげていきます。では次にこちらの線の真ん中に分かりやすく印をつけていきます。こんな感じに印をつけていきます。で、この半分の長さをこちらの延長線上に
ていきます。この長さをこの延長線上に引きます。ではこちらも書いていきます。では次に横も感じに書いていきます。次にこの上の部分に三角を作っていきます。こちらもこの点とこちらの点をつなげて三角を作っていきます。次にこの長さをこちらにも倍の長さ書いていきます。ではこちらの下にもここに次にこの点とこちらの点をつなげます。こちらもこの点とこの点をつなげます。ではここですね、ここもこの点とこちらをつなげていきます。こちらもつなげます。はい、こんな感じになりました。ではこの三角を縫っていきたいと思います。修正しながら縫っていきます。こんな感じにできました。ではこちらの中にもひし形を描いていきたいと思います。分かりやすいように点で印をつけてから描いていきます。点と点を
つなげていきます。ではこの中にも書いていきます。はい、できました。ではライトに入れていきます。はい、では次に横にも線を描いていきます。こちらにも描いていきます。はい、ではライトに入れていきます。はい、ではこちらにパーツをつけていきます。つけていきます。こんな感じでライトに入れていきます。はい、ではこちらをノンワイプトップジェルで仕上げていきます。はい、ではライトに入れていきます。ベースの色を変えたりパーツを変えたりするとまたいろんな雰囲気のネイティブ柄のデザインが作れると思うので皆さんもぜひ試してみてください。ネイリストリサでした。